ジゼラ・マルティン・ゲティは、ドイツの写真家、著作家。ジゼラ・ゲティは、双子の姉妹ユッタ・ビンケルマンと共に、カッセルのルドルフ・シュタイナー学校に通った。1966年から1970年まで、カッセル芸術大学で、グラフィック、映画、写真を学んだ。ユッタとその夫で、映画監督のアドルフ・ビンケルマンと共に、カッセル映画グループを設立。ジゼラとユッタは、 西ベルリンの1968年の抗議行動の参加者として、またライナー・ラングハンツの友人として知られていた。映画監督、ゲルハルト・ビュッテンベンダーと、俳優、ドルフ・ザハーという娘が生まれたとの短い結婚の後、1973年からイタリアで暮らし始め、アメリカの大富豪一族のジョンポールゲティ三世と知り合った。1973年の中頃に、 ゲティがローマで誘拐され、ジゼラと言ったは一時的に権威をかけられた。1974年、ポールゲティ三世と結婚、息子バルサザールゲティが生まれたが1993年に離婚。結婚当時ロサンゼルスとサンフランシスコで暮らし、1981年にミュンヘンに移った。1970年代に知り合った著名な友人たちとして、デニス・ホッパー。 レナード公演、ボブ・ディラン、カルロ・ポンティ、フェデリコ・フェリーニが挙げられる。ユッタは1976年にミュンヘンでライナー・ラング・ハンス、カメラマンのアンナ・ワーナー、モデルのブリギッテ・シュトロイベルト、いわゆるハーレムを作り上げた。1978年に映画制作者、ジャーナリストのクリスタ・リッター、1991年にゲティも加わり、ラング・ハンスを中心に、 計五人の女性の主に精神的な長期の関係が今日まで続いている。言った、著作家、ジャマルト・シックトンの共調、第一バイリンメ・オーダーフォム・ファーズク、ゲルト・ウント・ガイスト・ズクシンは、1968年抗議行動世代を背景とした姉妹の伝記である。この書籍に対する評価はむね否定的なものだった。NZZ の評論家は、盲目的なルシシズムの歴史書、 無意味な自己満足の本と読んだ。対して、デアシュピーゲルのマティアス・マトゥセックは、薬物による、精神錯乱、波外れた、狂気、アーティストのベッドでのセックス、の悪魔のようなカクテル、双子は性的非日常、優雅なサドマゾヒズムを持ち、二度読んでみても未だに刺激が、残されている。と評した。2013年に出版された、ウンター・デム・チェリー・トリーは、 日刊史リベルトの書評において、個人的な神話、半分は、日本の漫画、半分は、インドの神話、目視録と永遠に続く輪廻転生と書かれた。ミュンヘンのシュバービングで、写真家、著作家を営んでいる。ありがとうございます。